海です。今私は小仏バス停というところから少し歩いたところに来ています。今日は影信山と陣馬山に登っていきたいと思います。今日のコースは小仏バス停から影信山を通って陣馬山に登ります。そこから陣馬高原下に下山していくルートになります。山道に入ってきました。ちょっとやっぱりまだ寒いので、結構足にはこんな感じで雪が残ってます。今日のコースは小仏バス停から影信山と陣馬山を縦走していくようなコースになります。この辺りは都心からもアクセスがいいので、以前にいくつか動画でご紹介したんですけれども、今回はちょっと違うルートで以前の動画と逆向きに歩いていくようなコースになります。ところどころ道が凍ってます。はい、歩き始めて40分ほどになります。コース自体は多少高低差がありますが、結構足元はそんなに大きい石とかもなく、かなり整備されているので歩きやすいコースです。森林の中を歩いていくっていう感じで、本当に気持ちのいいコースです。小仏峠に到着しました。ここは少し広場になっていて、でちょっと景色も開けていて、遠くに東京の景色も見えました。ではここから影信山と陣馬山と縦走していきたいと思います。はい、歩き始めて1時間ほどで、ちょっと稜線のようなところに出てきました。両側に森林があって、でちょっと緩やかな道を歩いていくという感じで、とっても気持ちいい道です。高尾山というか、この辺りの陣馬山から高尾山のこの縦走コースってかなり年間でも訪れる人も多い人気のハイキングコースになりますが、集まるだけあって本当に歩きやすいし、歩いてて気持ちのいいコースだなと思います。初めて1時間20分ぐらいで影信山に到着です。結構途中は雪が溶けてぬかるんだ道が多くて、ちょっと足場は悪い道のりになってました。はい、影信山に到着です。景色がとっても綺麗に見えます。
山を通過して神馬山に向けて歩いていきたいと思います。かなり道がもうドロドロでめちゃくちゃ歩きにくいです。はい、雪解けの泥が小川のように流れていたエリアは通過しました。ずっとあれだったらどうしようかと思ったんですけど、5分ぐらいで通過できました。足元がちょっと凍ってるので、ちょっと今日持ってこなかったんですけど、チェーンスパイクを持ってきた方が良かったなと反省しています。はい、影信山からは引き続き結構足場の悪い道が続いてます。最近低山に行くことが多かったので、ローカットの靴の方が小回りも効いて歩きやすいかなと思って、今日から新品の新しいローカットの靴を履いてきたんですけど、もういきなりドロドロで早速、こんなもんですかね、汚れてなんぼと今はもう開き直って歩いていってます。神馬山まではあと40分ぐらいです。今回実はリュックサックを新調してみました。今までは30リットルの結構しっかりしたザックをいつも使ってたんですけど、やっぱりこういったハイキングに近い登山にはカバン自体も重いので持ち運びも大変だなと思っていたんですけど、今回ちょっと小さめのパーゴワークスの16リットルというリュックを新しく買ってみました。結構リュック自体も軽いので日帰り登山には非常に快適に過ごせるなと思ったのと、あと16リットルでリュック自体の形がこう上に 広がってるひし形のような形になってるので、お荷物を入れた時にこう自然とこう上に重心が行くような形になっているので、すごく背負った時も背負い心地がいい感じです。あとは公共の交通機関で登山口まで移動することが多いので、やっぱりバス乗ったり電車乗ったりという時にリュックが小さいと持ち運びがすごく快適で、いや本当に買ってよかったと思いました。神馬山の山頂が見えてきました。ようやく到着です。
山頂でご飯を食べてお腹もいっぱいになりました。山頂にはファッションチェックとかをやっている登山系の YouTuber のポータローさんがいらっしゃいまして、でファッションチェックもしてもらいました。また動画になるのが楽しみです。ではこれから前場高原下のバス停に向けて歩いていきたいと思います。結構道がこんな感じで、ここからも危ない、ここからも結構大変な道と思いますが、まあ、ちょっと、まあ、帰りの時間の関係もあるので、もうこのまま陳馬高原下を目指して頑張って下っていきたいと思います。今日は小仏峠から影信山陳馬山を縦走するコースで歩いてきました。で今ほぼ下山しているところで、もうすぐ陳馬高原下のバス停に到着しそうなところを歩いています。以前配信した動画では陳馬高原下から高尾山に行くようなルートだったんですけれども、今回はちょっと逆方向から陳馬高原下に戻ってくるようなルートで行動しました。逆向きの方が上り坂が緩やかにこう登っていくようなコースになるので、比較的疲れにくいというか、のんびり歩いていけるようなルートかなと思います。今日は久々にお天気も良くて、気温も少し冬の割には高めで、とっても気持ちいい一日になりました。陳馬山の山頂でもお昼ご飯をゆっくり食べてもあんまり寒くなりすぎないような感じで、かなりのんびり過ごすことができました。まあ、なんですが、この暖かさのせいでかなり雪が溶けてしまっていて、足元が思いのほかぐちょぐちょだったのと、あとは雪もかなり残っていたので、まあ、ちょっと今後の教訓になったんですけど、やっぱり天気が良くてもチェーンスパイクはきちんと持って行動するのがいいという教訓を今回改めて実感しました。陳馬山の山頂では YouTuber の孝太郎さんに会ってファッションチェックをしてもらったりするなど、なんかちょっと面白い一日になりました。はい、では今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。またねー。